FA 女子スーパーリーグはイングランドにおける女子サッカーの最上位リーグ。2011年4月よりフットボールアソシエーションにより運営されている。かつての最上位リーグであった FA 女子プレミアリーグよりこうした8クラブを要して2011年に最初のシーズンが開催され2014年に新たに10クラブを加え WSL1 と WSL2 の二部制を しいている。運営が続く、プレミアリーグとの入れ替えはなく、WSL は4月から10月に、プレミアリーグは冬季にそれぞれ開催されている。WSL 王者及び2位となったクラブは、UEFA 女子、チャンピオンズリーグへの出場資格を得る。2016年シーズンからは、WSL1 に1チーム増えて9チーム、WSL2 が10チームで合わせて、 全19チームで開催されることになった。2017年は新たな開催日程に移行するために、スプリングシリーズが2月から5月に全8節で行われ、本来のシーズンは2017から18年に9月から5月の開催で行われることになった。2017から18シーズンからは、WSL121 チーム加わり10チーム、WSL2 が10チームで、 計20チームで行われることになった。2018から19シーズンからは、WSL1 の故障を FA 女子、スーパーリーグ、WSL2 を FA 女子選手権とし、それぞれ1チームずつ増えて、各11チームで行われることになった。FA、WSL の加盟クラブは12である。気候改革前は、プロフェッショナルリーグと規定され、それぞれのチームは、 上位4名の選手に年俸2万ポンド帳を払えるかどうかを加盟条件としていた。しかしながら WSL をセミプロに移行させると2010年11月に発表があり各チームの専属選手は数名へと規定が変わった。当時はアメリカ女子プロサッカーと対比しイングランドの女子サッカー選手の年俸は10分の1とも評された。 2011フィファ女子ワールドカップの開催を控え、同シーズンは2011年5月12日からオフに入る。7月初旬に再開し、同8月に日程を得た。リーグの制度変更が定着する2011年から FAWSL コンチネンタルカップが始まり、クラブはノックアウト方式のトーナメント戦に臨んだ。2014シーズンに、 気候改革を受け、イングランドのチームは3地域に分類され、6チームが選ばれる。3地域それぞれの優勝チームと、特殊点差で時点のチームは、ノックアウト方式の準決勝戦へ進んだ。続く2015シーズンから、WSL コンチネンタルカップの開催カレンダーは、リーグシーズンと並行して開かれている。FA 評議会は審理の結果、 2017-18シーズンよりリーグ再編並びにライセンス要件の改定を実施すると2017年9月に公表プロフェッショナルチーム対象の一部は参加枠を8から14チームセミプロ対象の2部として同じく12チームを出場させるとした2年目の2018-19シーズンには参加条件をプロフェッショナルクラブに絞り込んだ WSL 優勝トロフィー2021-22 20シーズンには以下の12クラブが参戦している。トロフィー。気候改革を経て201819シーズンから採用。FA 女子カップでダブルを達成したチームは太字で示した。チェルシーが4回という最高記録を保持する。それぞれ1試合あたりの記録を示す。WSL は2021年9月。 バークリー FA、WSL の初代電動入り選手を発表し、イングランドの女子サッカー並びに、WSL に、顕著な貢献をした人々を検証した。WSL は、イギリスの国際金融グループバークレーズと2019年3月時点で、多額のスポンサー契約を結ぶと、2019-20、20シーズンから3年の約束で講演を受けている。 総額1000万イギリスポンドとも言われ、リーグ優勝チームの賞金は初めて総額50万ポンドの大台に乗った。FA 側はこのスポンサー契約に関して、特定のブランドによるイギリスの女子スポーツに寄せられた最大の投資と評価した。これまで2012年から2019年の時期は、コンチネンタルタイヤが筆頭スポンサーを務め、FA が 経済的効果を図った事業として、2014年から2018年の期間に、WSL とともに、サッカーアイングランド女子代表チーム、FA ウィメンズカップ並びに、FA、WSL コンチネンタルカップの運営経費に当てている。2011シーズンコンチネンタルとスポンサー権を持ち合ったのは、ヨークシャー建築協会である。世界の放送、配信会から、 WSL に引き合いがかかり、フットボールマネージャーという監督ロールプレイングゲーム、あるいは女子サッカーリーグをテーマとしたコンテンツが開発されており、公開時期はまだ決まっていない。イギリスならびに、アイルランドでは、試合のテレビ放映権ならびに、ウェブ配信権は、ディセンバー2020年現在、FA プレイヤー、BT スポーツ及び BBC にライセンスされている。 国外では特定の試合に関して12カ国以上で放送されており、アメリカの他オーストラリア、カナダ、デンマーク、ドミニカ、フィンランド、ドイツ、イタリア、メキシコ、ニュージーランド、ノルウェー、スウェーデンが含まれる。ありがとうございます。